のワンワンクッキングニハオ。今回のトッピングはささみのブロッコリースプラウトあえです。今回の食材はささみとブロッコリースプラウトです。ブロッコリースプラウトには解毒作用があるので肝臓のケアに期待できます。今回のポイントはこのブロッコリースプラウトを細かく刻んであげてください。そうすることによって栄養の吸収率がアップします。それでは料理ソートです。生ウーマン回収図を料理。ご飯できました。まあまあ、今日ずっと気になってたブロッコリースプラウトのご飯だよ。楽しみだね。よし。みんなも試してね。チャンネル登録もよろしく。それではまた来週。生シャツジエ。バイバーイ。Uh-huh.